ケメンがさらにちょっとやめてイケメンとか01 LINE またもういきなり返信しないよ、もうやめて、放送中に好き、あまたただまんスーパーちょっと困ったな。ラブ、あーこれそう、あまた言われるよ、01のリスナーは気持ち悪いと思います。濡れた？惚れた？ああ手振って、連射しちゃった。連射。こういうピースどう？伊藤誠またやばいな。ちょっとアイドル枠になっちゃうと男リスナーがね。ゼロワンちょっとまた炎上したら来るわっていなくなっちゃうんだよ、男リストならいなくなっちゃうからやめてほしいんだよ。いる？ゼロワンさん、まゆちゃんと別れたならデートしてください。ゼロワンさん、食事に行きませんか。いっぱい来てるわ、いっぱい来てる。ちょっと
韓流スターですね。誰か 家送ってくれない？電車乗って帰るか。だから暇な人いない？暇な人今新宿とか新大久保です。新大久保にいるんだけど、電車乗って帰ろうかな。足が痛くて歩けないんだよ。足が痛いのと、タクシーだと1万円ぐらいするでしょう。もったいなくない？マサアキ配信してるよ。どこで？新宿で？もしかして徒歩配信はどれぐらいかかるんだろう。2時間ぐらいかかるんじゃない？誰かいる？歌舞伎町誰かいないか。電車乗って帰ろうかな。北千住までどうやって行けばいいんだろう。お、大将さん、すげー。前髪は前髪切らないでください、絶対に。ふけた？キラコメどこ行った？西北千住。電車どっか乗ればいいの？西新井だけど、北千住の駅が近いんだね。新大久保かな。山線、頑張って帰るわ。充電もないしな。ああ、ごめんなさい、ごめんなさいね。劣化が止まらないな、お前。これ電車が苦手だから。バスなら池袋かな。そうなの？いや、わかんないな、俺。バスとか乗ったことないわ。池袋ですね、バスで。いや、わからんな、それちょっと。
なんか真面目そうでいいじゃんね。しっかりさっぱりしたんじゃない？ああ東口からあそうね、サラリーマン風でいいじゃん。さっぱりしたから、うん、三浦雄星よりはいいでしょ。さっぱりした方がね、爽やかな方がいいじゃん。ああ、清潔感出てね。でもちょっと春日みたい。でも投げてくれると頑張って探そう。かっこいい？かっこいいよ。かっこいいか？うん、もし今日は浜焼けたからできないけど、うん、明日は、うん、機械でもし、うん、ここ、うん、先こういうの感じで、うんうん、自分で、うん、機械で、アイロン機械で、うん、こういうの感じ、あ、うん、でやれば、うんうん、もう やっちゃった、うん、そうそうそう、今やって？こっちも、うん、あ、今日はダメです。今日ダメ？うん、やると、今やってたから、うん、今やってるから、もうやろう、もう、うん、やってる。やると、カマの、うん、カマのなんか、うん、根元が危ないからダメです。ラスができないです。あ、う、あ、ん。うん、だから今日はあんまり、こういう感じで、うん、うん、ちょっと明日やってみる。うん、だから、ここボリューム、うん、そうそうそう、うん、ボリューム入れて、ボリューム出るからね。ボリューム出る、うん、ここ、このぐらい、うん、こういう感じでつけて、ここの感じでつけて、これ少しボリューム入れる、うんうん、今日はやりたいけどダメだ、今日ダメ、うん、そうやっちゃってるけど、カマかけるのはダメですよ、うん、やっちゃってるけど、1日だけダメ、明日はダメ、やっちゃったけど、今日はこういうのを感じてるのを出て、やっちゃってる、今日は栄養剤でタンパク質をつけるから、うん、シャンプーしないのほうがいいですね、うん、明日シャンプーして、うん、シャワーだけ、うん、シャワーだけ栄養剤、うん、栄養剤、髪の毛があんまり、うん、痛みが少しあります、ね、少しもあります？そうそうそう、もう伸ばせるとき痛みがあればダメですよ、うんうん、なんかこう夏の季節火が強くて、うん、髪の毛がなんか、うん、焼いて外に出てないと思います、うん、こういうの感じで、うんうんうん、
フォルム入れたんですよね、うん、長さはこの、ああ、もぐちゃんとけやん、そうそうそう、これ、後ろ映してあげる、こっち、映して、そうそうそう、どう、反対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 、携帯反対、携帯反対、うん、おい、大丈夫、うん、違う違う違う、自分映ってる自分映ってる、反対反対反対、うん、こう、違う、反対反対反対、うん、うん、ありがとう、うん、うん、どうなってんの、あれ、分かった、もう一回目見せる、うん、もう一回目安定で見せる、 できる、うん、やってやって、うん、あ、できてんじゃない、こう、あ、できてる、できてる、うん、すすす、かっこいいじゃん、かっこいい、すすす、かっこいいですか、そう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 、うん、あ、ありがとうございます、OK、せい、お疲れ様でした、あ、ありがとうございました、明日ちょっとやるわ、自分で、あー、ちょっと金馬さんの真似したってまた叩かれちゃうな、そういうつもりじゃないんだけどな、金馬さんの真似したって言われちゃうな、真似したわけじゃないんだけどな、ちょっと明日は髪型ちょっとやるわ、ワックスかな、ありがとうございます。リュック、うん、あ、ないですね。うん。いじりお肌みたいな。これマスクもらっていいですか？マスクなくて。ああ、マスク大丈夫です。これもらっていいですか？マスクは今もしマスクいった方が全部。ああ。ツイキャス主にいたわ、あのスロット配信の亀井だ、亀井。亀井っていたじゃん、亀井じゃん、レベル的にも亀井っていなかった、亀井じゃねえか、で顔のレベル的にも、あー危ない、あ、それは借りたやつです、すいません、あ、ちょっとごめんなさい、これマスク外して、あ、いいんですか、うん、あ、な、これで、なんかめんなきゅうさんになってる、これ、うん、これ、これ、これ、バスク色もいったら、うん、ちょっと、うん、これポイントね、うん、これポイント入れてください、よろしくお願いします、お願いします、그이마스크좀가져와집에서、いつもここで髪切るんだ俺、うん、安くてさ、安いんだ、本当に安いよ、はい、消費税は、はい、12,000円、ほら毎日同じの値段、安いっしょ、12,100円、100円玉ありますか、100円玉あります、12,000円、はい、はい、ありがとうございます、ポイントいっぱい貯まったから、はい、今度使ってもいいですね、今日使ってもいいですか、あ、明日、あ、今度ね、今度、おうおう、うん、今日貯まったから、今日使ってダメ、うん、今日はダメ、今日ダメか、うん、で今度、次、今度、うん、はい、今計算全部して、はい、ちょっと 5% 貯まったから、はい、うん、お金いっぱい貯まりましたね、今度来るとき使ってもいい、あ、わかりました、うん、ほら、こう中分けしたらね、そうです、明日やってみてよ、うん、うん、ダメだから、うん、
あ、ありがとうございます、うん、タバコだけ吸っていっていいですか。うん、大丈夫です。で、あのここに置いてもいいですよ、重いから。はい、うん、ここに多分ここに置いてる。うん、あ、大丈夫です、このまんま。じゃあタバコ吸って帰りますんで、うん、ありがとうございました。あ、どうもごめんなさい、すみません、ありがとうございます。そうなの、一般的に。でもそんなもんするでしょ、みんな。そんなもんじゃないの。しかも充電ないから、もうみんなとバイバイしないと。仕込みもしたからね、そんなもんじゃない。やっぱりしたじゃん、今まで髪質がボサボサだったから。よかったじゃんね。でも安いんじゃない、カットと宿毛矯正で12,000円は。これをちょっともう一回日本の美容院行ってやってもらったらいいと思うね。そう思う？日本の美容院もう一回行けばいいんだよ、明日で。2,000-3,000円で今風にしてもらえばいいじゃん。それでいいじゃん。うん、ちょっとおしゃれなやつにしてもらえば。いや、最初から行けよって、なんか恥ずかしいんです。電車乗るのめんどくせえな。タクシーで帰ろうかな。もったいないかな、1万円タクシーで。もったいない。電車で帰るか。電車で。で、まゆさんと別れてるんだよね。配信してた？マユ。マユさんって充電ないんだもん。モバイルバッテリーがもう充電なくて、充電してないから。で、俺はもう配信したいんだけど、買いなく帰るよ。車修理しないとな。うん、富士山から。あ、ありがとうございました。また来ますね。はい、ありがとうございました。うん、はい、またね。はい。ありがとう。友達もなんか、うん、お願いしますね。うん、じゃあね。はい、はい、どうもありがとうございました。バイバイ。はい。ちょっと、新大久保の駅教えて。新大久保の駅、走りたい。紹介、ここはね、新大久保の新大久保一有名な美容室。アットホームでいいところから、パリ美容院。俺がね、宣伝してるんだけど、友達が一人しか来てないって。お、ズギャーン、ユキン、ありがとう。新大久保の駅教えて、一番近い駅。電車乗って帰るわ、頑張って。どこ？お、ユキちゃん、ズドーン。知らない？右？こっち？お、ミルキー、ズギャーン。
わかんないの？一番近い駅、東新宿が近いか？ちょっと教えてよ、知らないの？東新宿が近い？東新宿から帰れる足立区、俺ん家まで。調べよ、調べてよ。充電ないんだって。まっすぐ行くよ。東新宿駅とどっちが近い？お、職人マンさん、次ん。ありがとうございます。タクシー1万円かかる、もったいないじゃん。帰るのやめて。歌舞伎町泊まるの？何駅とか、一番近い駅行きたいんだけど。東新宿？じゃあこっちじゃん。東新宿って どこだっけな。東新宿が帰れるの？ほんとみんな役に立たないな。役立たず。新大久保？新大久保ってこっちでいいの？役立たず。知らないよ俺、電車乗れないのに。まっすぐ？逆？位置ってこのドンキーがあるよ、新大久保の。自分でで調べてよ。そこまっすぐ？本当かよ。なんか食うか。ソーセージハットッコ、うまそうやな。前モンジョリと来たんだ、ここ覚えてる？モンジョリと、うまそう。じゃあやめとこう。ここイケメン通り、やめる意味？いや、なんかやめとこう。やめるよ。でも充電ないし。これまっすぐ行ったら新大久保の駅あるの？本当にあるの？あるの？どれぐらい歩くの？あ、みんなエントリーしてちょっと投げてな。過去ありがとう。足痛い。まっすぐ行って左？西新宿？じゃあこれ本当新大久保の駅なかったらブチ切れるよ俺。もう充電ないから俺帰れないからね。左手に駅が見えてくる？あそこの美容院がダメだよな。充電たまらないんだからさ、とんでもないよ本当。充電もできないんだよ。充電たまらないんだよ。充電が何時間充電してた？ 8% しかたまらないんだから、やばいでしょ。どんな充電器貸してんだよ。不満しか出ないわ。ポイントも使えないしさ、今日また来てぼったくってやろうと思ってんのか。あれ溜まってんならポイント使わせてくれたらいいのにさ。そしたら1万1000円ぐらいになったんじゃないの。日本人だからなめられてんの。もう文句言うのになんだかんだね。おちいちゃんズキューンと怒らないで。うん、よかった。センキュー。見たい？オードリー春日ヘア。
いいじゃん、ほうほう。ちょっと無造作にしてな、ここに無造作に。12,100円。あそこ駅あっち、みんな どれ？あそこ西新宿ってあるよ。あそこ新大久保の駅なの？わからんな。もっとまっすぐ？どんだけ歩かせんの？右曲がる？右行くとこっち？これこれで合ってる？あ、合ってる。頼りになるわ。ナビ見れなかったから。めんどくさい。車もエンジンかかんないんだよ、みんな。バッテリー壊れちゃってさ。どうすんのあれ、車修理ねえ。いや、乗り換えちょっと駅員さんに聞くわ。この前朝エンジンかかんなかったんやって。富士山行こうと思ってさ、リスナーさんに送ってもらったんだよ、この職人マンさんにね。富士山までわざわざ。でプリウス号ってハイブリッド車だから、バッテリーを変えるのになんか20万か30万ぐらいするらしい。北千住つか西新井行きたいんだけど、駅が俺最寄りの駅わからんな。お、もぐちゃん受験ありがとう。センキュー。北千住経由。もうどんだけ乗り換えんの、もうめんどくさい。もう誰も送ってくれんもんね。誰も送ってくれんしさ、車で送ってくれたらいいのに。ボコボコ便所さん。でも囲いが強いから大丈夫なんじゃない？西新井、大市西駅が近い。西新井のそこ行くわ。じゃあそこから歩いて帰るわ。高野、そうなの？電車使わないからさ、いつも車だから。あ、もう 1% だわ。じゃあね、みんな。もう配信切れるわ。お疲れ。また夜気が向いたらやるわ。うん、じゃあね、ありがとうね、みんな。またね。うん、もう 1% だ、もう切れちゃう。